いや、お疲れ様です。マフィーです。今日はステータスが上がってるということで、こちらですね、またラニコンゴを使っていく。今月に入ってどんだけこれ擦るねんっていう話なんですけど、大丈夫、今回は味変カンフージェネレーションしっかりねしてきたということで、このジェインを抜いてラムシュット入れて、あとはコロネちゃんが入ったっていうところで、HP が高くなってね、で、まつりちゃんもしっかり入れてるということで、今日の補正だったら、こんだけ HP あれば、まあ、結構殴り合えるし、火力も高いっつうことでね、今日の補正だったらね、ジェインよりラムの方が火力も高いし、まあ、HP もちゃんとあっていいんじゃないかなと思ったんでね、こういう感じで組んでみましたと。あとはコロネちゃんなんですけど、こいつはね、火力もあるし、HP もあるし、優秀です。で、使って思ったのは、やはりね、夏村守護とかの相性がいいですね。火力高いというか、あの守護のコンボスキルで、例えばクラリーチェとかじゃなくてコロネの方がね軽く出る場面結構あったりするんですよね、その2倍っていう観点から。ただ今日の補正だったらね、神のアタックも上がってるんで、全然ねコロネ単体として軽く出すっていうよりは、まあ、コンボスキル狙っていったりとか仕事つなげると強いっていう感じですかね。つってもまで殴れるっていうのは強い。もう今までここがルキアとか、あとなんかベルグレーデとかレニアドとかそういう感じのコマだったんでね、あとなんか言うてワナゴマとかねってなった時に火力不足でね、ちょっと微妙かなとか、コンボスキル弱いなってなることが多かったんですけど、まあ、今まで以上にね火力出しやすくなったということでね、このラニコングでやっていきます。結構ね勝てるになったと思うわ、これは。うん、今ちょうどいいぐらいじゃないかな。まあ、ちょうどいいか、もうちょい強化、いやーでもいいかな、なんか一旦これで様子見ていいんじゃね、ラニコングまあまあ強くなったぞ、このコロネの登場によって。はっきり言って、うん、まあまあ強くなったってことで使っていきましょう。まあ、補正選べば全然勝てるって感じするな。無補正で勝てるっていうデッキではない気はするんですけど、まあ十分かな。うん、最高。はい、あーはい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 、メルベか。うわ、これはちょっと初手がめんどいな。ワンチ2手メックスありだな。でコロネの強いところは夏ブラね、打って2手メックス打ってからっていうところでも夏ブラのコンボ 1.7 に始まりで出せるっていうね、仕事が夏ブラのコンボっていうのをこう最大倍率まで引き上げられるアタッカーみたいなところがあるんで、そこは強いなって思いますね。ただこれメルメのコンボはバーが強いんで、まあさすがにここブラダマンテは軽く出して言うとっていうところで、いやいやいや、どうしようかなこれこれどうしようかな。メルメのコンボを食らったら痛えけどな。で今日のね神アタッカーは火力高いから残すってもありだけどな。いや悩むなここ。いや俺こっち行くか。普通にクラリ打ちます。ここブラダマンテに見えるんですけど、相手の X に対してねコンボスキル 1.7 倍が発動するかっていうところも考えて、俺はクラリから打ちます。まあ、ちょっと次のトップ引きで C6 によって、うわ最悪、 X 打っときゃよかったかな。いや打たなくてよかったか。 X 打って2枚返しした後に俺が2枚打った後予算マフィリ打たれるんでね、これはこっちで逆によかったな。でここティルートで OK ですね。でティルート打ちますけど、キチエー、お前それほんま犯罪やで、犯罪です。それは弁護士用意したろか。さあメルベユルからマフェリはマジで犯罪だけど、ただ今月末でねそれ違法になるんでね来月からそれできなくなるんでね、マジで今だけだからな、それでいいの覚えとけよ。バハム2、取るかどうかだけども、取らなかった世界戦で飛ばしきれる気がしねえ。なんでここは削ります。まあ、ちょっとここでコンボ強いコンボが来たらやばいけど、相手マフェリ打った後なんでね、 S ゴマ手ゴマにねあんまりない気はしたいよ。うん、ない気はしたい。あるんかい、キッズ。しかもそいつコンボスキルなんだっけ、ベノンヒル。あーだるいな。しかも俺のコンボが回復だからな、これまずいよ。さ祭り引く、これはね、でかこっちだな。よいしょ。でただこれ D6 当てられて終わる気がするけどな、D6 当てられて終わる気がするんですけど、祭り打って取られるよりはエンデゴ取られた方がおいしいな。これ A4 打ってくれたらまだワンチャンあるんですけどね、 D5 祭りできるんで。ただこれ D6 くれたら普通に絶対、あーよっしゃ、これは相手しゃしゃった、あるぞこれ。手駒ロック来なかったらあるな。よしよしよし。しかもそいつコンボベロンヒルだからワンチ耐えるな、ワンチ耐える。いやあるぞこれ、あるあるある、これガチで出る。あーラムシュットいらない。これ祭り打ったけど次バハムとワンチャンありますよ。よいしょ祭り。まあ、ベノムヒールの回復力を考えると、ラムショット打ってからトップでなんかロックからのカウンターで勝つっていうのは多分無理なんで、ここは祭りっすね。ロックは負けです。ロック負け。あとマンドラ負け。でもマンドラ入ってなさそう。そいつやってるもん。大滝入っててマンドラ多分ないな。ワンチ耐えれるな、これ。耐えたい。
悩んでるからロックなんじゃない？あったらロックアンパイでしょ。おお、サタン。これ耐えれるかな。ベルムヒールちょっと強いか、どうだ。出ろ。シュッ。どうだ？オッケー、回復力高い？ふっ。よっしゃー、危ねえ。オッケー、相手プレミこいてくれた。あー、危ねえ。行ってこーい。危ねえ、ナイスー。さあ、S4 投げられても HP 残ると。よかったらウムシュットにしといて。これ、ジェニーだったら死んでますね。危ねえ。いや、相手シャシャったな。これ、D6 打たれたら俺負けてたな。危ねえ。D6 コンボ封印来てたらもうシンプル負けてましたね。A4 でよかった、マジで。いや、これが祭りの強いところだな。祭りからのバハムート。まあただこれまで持っていくのにこんだけ苦労してるから結局まだまだ難しいっていう気がするけど、あの上振れたら強いのは間違いないんでね。よかった。てか大竹丸ほんと怖えな。デバフも強いし毒もめんどくさいし、てかやばいな、メルベユールにマフェリとなんだっけ、大竹丸出されたぞ俺。やばすぎだろ、やってることやばすぎ。よいしょ、またメルベ来たな。まあ、要するにメルベリーダーで、こう、序盤編を着て上振れゲーを狙ってくるってわけだな。怖えよ、その発想。これリリティから打って2手メックスかな。で、X 打つ駒、グエリにするかコロネにするかですね。どっちにしようかな。この、コンボの倍率変わんないんだったらコロネはありだけど、あとロックが怖いんだよな、ただその場合。あ、結構下このデッキあるから大丈夫かな。あ、大丈夫そうですね。いや、これ守護でもいいな。守護にしちゃうか。守護にしちゃおう。よいしょ。チュッってね。で、これでロック打たれても、あれできるし、相手は今、ユセルミとか出せないから、グノーはおそらくメルベに入ってない。オッケー、ここ、コロネで火力出せるの強くない？ここ、コロネでつないで、2倍で火力出す。ありだな。あー、祭りも引いたか。どうしよう。考えます。コロネで火力出した場合、7500ぐらい返せたとして C6 に何か撃たれたらやばいよな。安牌となら C6 からの進行ありだな。B3 祭り行くか、B3 祭り行こう。これで、相手は守護を取ってくるんですよ。守護取らせて、リリティ発動させましょう。これ多分 FM 打てないですね、相手。これ B3 祭りですね。で、ロックは大丈夫。うわ、これ、レニアドだったら怖いな。レニアじゃない、あいつ何だめだっけ、マイティ。こういう時貫通あるとな、安心して打てるんだけど。はい。いやーでもこれは行くしかなくね。これは行くしかなくね。うわー行きてー。行っちゃうか。よいしょ。行っちゃえ。知らねえ。ふっ。取れ。よーし、けーし。でかすぎ。これでかいっすね。で、まあロックは今考えてない状況でした。正直言うと。オッケー。で、これ祭り残り威力打つ。あとは、クラリーチェか、金アラで全然いけそうだな。で、変身入ります。ほい。ラム。これラム打たない方がいいな。さすがにあいつリリティでしょ。はい。で、グエリ打って。オッケー、グエリ強いな、あいつ。いや、こういう時ね、グエリじゃなくてね、なんか、クワイズとかそういうね、貫通のコマにしとけば D5 から入ってても、みたいなとこもね、ちょっと頭の中にあったんですけど。オッケー、このロックは次のターン俺耐えれるんで大丈夫。で、なんなら、下引いて勝っちゃうよ。よっしゃ、完璧ー。ナイス、コロネちゃん。いや、今のみたいなところでね、結構大きな火力出せるっていうのは強いですよね。魔のアタッカーだから守護のコンボとクソ相性いい。危ねえ。よし。で、メルベ対面したくないな、やっぱ。マジでなんかワンチャン怖いな、メルベ、本当に。ワンチし、なんか、大竹だの、マフェリだの、変撃される可能性あるから、マジ怖い。わあ。まあでも俺、先月とか今月とかで、メルベ対面で最速マフェリ打たれて勝ってるみたいな試合結構多い。俺動画の中でメルベタイムで最速マフェリ打たれてるとき大体勝ってる気がする。ってことはそんなに強くないのかなっていう謎の情報を与えることによってみんなメルベからマフェリを抜く時代が来るのかもしれない。そういう時代になってこいって、まあつっても来月になったらねそれ違法になるんでね、本当に禁止になるんだっけサブマフェリが。だからいいと思いますよ。はい、大丈夫です。まあ実際強いよ。強いんだろうな、メルベにマフェリ。 HP 高くなるし、マフェリがどのマデッキにおいてもね、とりあえず入れとけって駒だと思うんで、強いの間違いない。ウアルキア入ってない上にこのブチャルティーからっていうのはまずい。手駒ちこれ。手駒ちこれ。悩んでるね、これ事故ってんじゃない？事故った。おう。いやでも逆にそれ捨てるあたりなんかミューズ引いてそう。ユンジェ出すか。ユンジェ出すか。
デガデガではなさそうだな。デガデガだったらデガ切るよな。うん、俺ラニだしな。デカデカだったら、ああまあまあビューズだ。まあでもこれ一応履歴あるから、なんかその相手の火力に対してのダメージ的なね、対応というかダメージレースを一方的に優位に持ってかせない方向性でこの罠駒をねしっかり効いてくれるんですが、どうだ、一番右の駒切ってないな。あれラムシュートかな、初手に出せなかったみたいな。それかブラダマンっての可能性もあるか。まあでも全然ブラマン切れるよな、切ろうと思えば初手からラニ対面だったらね、全然切れると思うんだよな。めっちゃ悩んでる。オッケー、この春明でかい。これ F3 から取りに行くのありだな。ミューズのコンボ今弱いからワンチありだな、ワンチありだな。どうするこれ。でも回収されて F1 打って2枚しんどいかな。これ C に打ったら B3 打たれるんで、いやでもありだな、ありだな。ちょっと行ってみるか、行ってみよう。ちょっと行ってみるわ。トップ祭りとか引いたらクソ熱いもんな。ちょっと行ってみるか。で今ね、変身で、コンボスキルまだそんな強くないんですよ。で、ただここでエクレルとか引かれてたら、やばーい。いや、ちょっとこれ勇気いるけど、行くわ。あやめだるいし。ちょっと行くわ、これは。イーローが出てくる。うわ、マジでエクレル引いてんかーい、引いてんかーい。俺、そのエクレル引かないでくれって頭の中でね、今ちょっと念じてたんですけど。なんかうわー、うわ始まってんな。これはこれバハムトっすね。いやー怖えけどな。まあ耐えれはすると思うわ。耐えれはするけど、耐えれはするけどな。オッケー、いやでもこれどうだ、俺エンデガル飛ばせね、ワンちゃんランタン引いてっぞ。今日アタック上がって耐えれはするんだよね。よしで、デカで行くしかないな。これランタン行ってっかな、行ってこーい、どすこーい、あどすこい、どすこい、んー、じじ、危ねえ。いや、乱体最強。乱体最強。あー、でもなんか、ラニコンゴちゃんと勝ててるな、今のところ。いいじゃん。いや、まあでも、本当に恐れてたこと起きたな、今。エクレルとか引かれてたらやべえって言ったら、本当にエクレル引かれてた。エクレル引いてたらさ、さっきの春秋のタイミングでエクレル打つかなと思ったんだけどな。トップで引いたんかな、あれ。よかった、でも、レニアドをちゃんと、レニアじゃない、リリティエルというとよかったな。そう。なんか、この間の動画とかではね、リリティエがマジで火炎対面でシャシャリ出てきたり、竜対面でシャシャリ出てきたり、お前、ほんまって感じだったんですけど、今回は神タンでちゃんと引けてるね。さあ、こう。来い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 。えいラーニ。ラーニ、ラーニ。お前は今後か、あ、でも HP 高っけ、あ、初手が。初手ティルト以外、お前ら、縮こまっちゃった。いいよ、私が言ってあげる。でこういう時あるからな、初手はちょっと事故るっすね。ラムシュットも入れてるっていうのもあるしけど、まあ初手なんてね、鼻くそをじれながら他の駒って来てるんだしよ。お前初手から事故るもんだって言ったのにな。全然事故んじ、事故んじゃねえか。だったらこれラムだな。コンボ 1.8 2枚あるんだったら2手メックスも考えたけど、相手の HP意外と高いしランタン引けてないんだよね、こっちは。でこっちにします。あと代償も痛いしな、ティルイトの。わお、これリリティエかな。引き見てから行こうか。はい、絶妙。まあでも金柄出すならここっていうところもあるよな。いやでリリティエの可能性濃厚だな。相手 HP 高えな。 X 守護っていうのもあり。いやその場合金柄出す場面がマジで少ないな。いやいや X 守護から行ってみるか。あ、レニアだった。いやー、じゃあ、打ってよかったな。金やろうってよかったな。まあ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 。まあいいっす。大丈夫っす。で、これで左 X 来て、で、C2 にコロネ打ってあげて、一回受けるか、もしくは B1 で削るかは俺の自由です。ただ、これでね、守護打ったことによって、コロネ、守護のコンボスキルなんかもね、相手はちょっとビビらないといけないですよ。あー、コロちゃん。オメガコロちゃん打ってくるか。はい。あ、ランタイ、ナイス。で、ここはこっち行ってあげて、で、コロちゃんのコンボ打ったら、相手コンボスキルやばいから、左ウェックスか右ウェックス打ってくる。で、金アラどうしよっかな。どういう感じでいこう。D5 入っちゃうと、相手のコロネの3枚返しが怖いか。もしくは左ウェックスかな。OK、これはでも行きたいな。相手オーラ引いてない。これちょっと金アラ軽く出したいな、D5 で。これ行きたいわ。これ行きたい。さすがにこれ行きたい。
これはさすがに行きたいわ。これさすがに行きたい。いや待てよ、考えろ。 B6 あり？ D5、 いや、いやどうしようこれ。 D6 撃たれて次飛ばせるかな。 B6 もありだな。いや B6 ありだな。 B6 にしよう。なんかオーラとか行かれて、あの、うん、D6 撃たれて俺次飛ばせないっていう場面になったら怖いもんな。あーでも今日神のアタックかかってたっけ。じゃあこっちじゃなくて D5 でもよかったな。3枚撃たして右下 X。 いやでも防御札切られたらまずいな。その HP だとワンチャンピーナーとかあるもんな。うん、こっちにしよう。 OK、 これ飛ばせるかな。コロネルコンボ 1.7 倍軽く出すぎ。あ、やばいか。あー、いやこれちょっと足んない気がするけど、ちょっと足んない気がしませんね。えちょっと足んない気がします、しますね。ちょっと足んないね多分ね。待ってこれ次、あ、やっちまった。これクラリ打たなかったの失敗だ。やらかしたー。これクラリ打たないと次で 1.8 倍クラリ飛ばせるかな。待って、いや 1.7 か。あ、どっちみち無理でした。え待って、今クラリ飛んでなかったよな多分。クラリってどんぐらい出るんだっけ。いや飛んでないね。飛んあ待って、飛んでたかも。待って2020でしょ。ちょっと待って俺計算ミスってるかも。相手8856だっけ。ちょっと待って、いくつだっけ。あ、俺待って、ミスってる気がしてきた。 2.1 だっけクラリって。俺 2.2 倍ぐらいで考えてたんだよね。やば、待って、ちょ電卓あ、いや飛んでなそうだな。なんか8850ぐらいあった気がするんだよな。多分ちょっと残るよな。合ってるよね合ってた気がする。多分、いやー惜しい。でも相手 HP 高かったな。ラニのくせに、ラニのくせに1位高えよ。あれ惜しかったな。発想、いやーでもどうだろう。いやでも結果的に俺あそこで引いたの夏バレたかんな。他のアタッカーなかったし。いやあれでよかったくせえな。うん、いやむしろあれか、魔の守護のコンボより、B6 で打ったあいつのコンボの方が 0.01 分高いから、うん、今 B6 でよかったな。うん、よかったよかった。別に多分それでよかったわ。これはさすがにちょっと悩むね。まあでもさすがにブラダ切るか。バハムト雑に切るのはちゃん。で、相手 HP 的にビナとかワンチャン入ってるんでね。これちょっとバハムトはちゃんとこのバハムトはね、大事に大事にいきましょう。バハを大事に。ドラクエの作戦にありそうですね。バハ大事に。で、ラニにガンガン行こうぜ。どうするこれ。風車で取られて、でも C 打ち。いや、どうだろうな。いや、C ありだな。行こう。うん、バハ引いてるから、これ次で守護とか引いたら D5 から入って、っていう手もある。うわぁ、ランタン行かれてる。うわぁ、そんな取らせ。ランタンなってもらえばやばい。どうしようかな、これ引き見てから、はい。弱いね、これ。どうする？まあ、わらはるか。相手ランタン引いてるから、手駒地ごと特殊は出してくんねえかな。あとは、その HP 的に多分、竜より、神アタッカー全然多いと思うんでね。で、右下。あ、OKOKOK。発動した。でけえ、これは。これでかいっすね。で、で、よいしょ。で、ここコンボ強くまで行きたい。祭り。うわー、マジかよ。これどうしよっかな。はい。よいしょ。で、毒入れる。夏バラ発動する。これでいいか。あー、ビナ声。いや、ビナ考える場面じゃない。これどうする？ OK、勝った。じいじ。いやー、バハゲだ。これバハゲ。これバハゲです。よいしょ。俺の、あとね、この夏村のゾノバが出てることによってね、バハね、1.95 倍出すのまず優秀。ナイスー。ゴールデンソーン。はい。はい、オッケー、ナイス。いいね、なんかちゃんと勝てるね、ラニコンゴ。ちゃんと勝てる。なんかその、理不尽負けあんまないな。ちゃんと勝てるね。さっきの試合もまあちょっと惜しかったしな。オッケー、オッケー。はい。オッケー、次行こう。
なんかちゃんと勝ててんね。ありだ、これは。強いわ。普通に。なんか、やっぱコロネが出たことによって火力の出し扱いが全然違えや。魔のアタッカー1枚増えるだけでこんなにね、ラニコンゴ変わるんだね。強いわ。ちゃんと強くなった。いいぞ。これがだって今までね、ベルグレーデとかだったもんな。レニアドとか。おう。コンバート。どっちが本物の混合か勝負しようぜ。はい。うわー、始まったー。始まったぞこれ。いやこれはでも俺 X 祭り打って取られて、そっから飛ばされたらマジでもう泣くで。グエリ打つより、いやちょっと俺祭り行きたいな。これ行きたい行きたい行きたい、さすがに行きたい。グエリ打ってなんかトップにのなんか動きに左右されるのすげえ嫌だわ。でもこれしかもクラリね、クラリじゃない、フラリフリフリ、オッケー、フリフリコンも弱いんですよ。いやこれはもう、もうこれ、はい、いきます。グイレスいきます。出番です。ラム、いやなさすがにグイレだなこれはな。はい、お手柔らかに。いやもうごめん、あの俺お手柔らかにっていう言葉知らない。俺あの日本語わかんない。よいしょ。いやでも意外と HP 残ってんな。コンも 1.56 上昇か。あ、オッケーオッケーオッケー、これ大丈夫さすがに。それは大丈夫。OK、これ角から来るのはもうラムちょっとクソゲーかますしかない。対戦ありがとう。あ、もうなんか悟ってるな、四季を。四季を悟っている。いきまーす。あ、強すぎ。OK、1.56 で飛ぶんかい。いや、そっか。今日神のアタック上がってるもんな。ナイス。よー、強いわ。いいね。まあ、相手が囲ってくれて、俺が手駒にね、ちゃんとグエリあったっていうのが強かったですね、今のはね。よし、勝てる。これちょっと今後の勝率全然上がる気がするね。来月上がってる気がする。強いぞ。よかったよかった。でもなんか早いな。魔のアタッカー出てほしいなとか考えてたらさ、でも祭り出てで1週間2週間ぐらいでこのコロネが出てるから、もう前から多分運営さん用意してたんだろうな。ずっと前からキャラクターって作るのね、結構時間かかるっていうし、その状態で祭り出してから、そこでなんか魔の強化を入るんじゃなくて強化まで魔の強化するっていうね、もう見えてたんだね運営さんには。ここまでのなんかそういう道筋というか、まあ今日の補正がね噛み合ってるっていうのもあるな。さあアポロン来たな。俺最近シーズン祭りアポロン見るためにちょっとため息出るなってきた。おう、これ仕事出ちゃう。おう、おうおうおう、縦から行くか横から行くか。横から行こう。打ち上げ花火平行で見ます。で夏ブラ変動機は2手先ぐらいになるかな。どうだ、それか B さん来る、どっち。おう、その罠ね、地味やだ。地味やだなんですよ。ナイス祭り。これ夏ブラいらんかもな。祭りからのグエリアス。いや、夏ブラいらね。捨てまーす。あ、これ右下。X でもよかったか。あ、まあいいや。ただ、あいつリリティ濃厚だね、こうなると。どっかで回収しておきたい感もあるけど、でも祭りは雑に出していい気がするな。OK。ここ祭り根格決めちゃって。で、いらっしゃい。あ、ティルトいいね。祭る。祭る。グエリ、うん、オッケー、グラキエスではない。で、盤面に適当にもう竜ゴマ出してあげて、あの、飛ばしきれるタイミングで祭りコンボで繋いでいいか。キンマも強いね。キンマも強い。んーで、ここ引き見てから、はい。あ、金あるか。これはグエリアスレックス。よいしょ。あー、ティルトでもよかったな。ティルトフィニッシュライン見るんだったらティルトでもよかった。あー、ティルトでよかったな、これ。しかも取られた後、カードティルト打って、まあ、コンボ大丈夫だるいし。これティルトの方がよかったですね。まあ、細かい話ではあるけど。あー、その穴だるいな。踏みじゃないと思うけど、レニアドこう、濃厚かな。あー、どうしようこれ。
いやー、ティルートフィニッシュ狙えるよねこれ全然。こうするか。レニアドだよね。オッケーオッケー。いやー、ちょっと悠長かな。罠回収しない方向性でなるべく行きたいんだけども、いやー、ブレダマンドってコンボ回復マリだったかな。悩んだ、ここはここが悩んだ。かなりマイティだったら怖かった。その場合ちょっとだけ、いや悩んだなこれ。やばいっす、やべっす、それやべっす。あ、でもチャージ溜まってない。ラム、ここでラム引くか。いや、まずいねこれ。ちょっと待て、やっばいなこれ。どうしよう、これどうするのが正解なんだろう。あ、そうか、600残ってんのかお前。でも5500しよう、まだ耐えれるかさすがに。あ、待って、6500じゃん。やべ、相手先行じゃん。やっちまったー、相手先行だったー、忘れた。やべ、あ、5500だと思ってた。やべ、やらかした。あー、5500だと思ってた。ミズったー。あ、ティルト打てばよかった。しゃちゃった。トップでバハムドかけるしかなかったな今の。うわ、いや下手くそだったな今の。普通に角にあいつでよかったな。いやー、なんかマイティちょっとビビっちゃってあそこ打てなかったわ。あいつ名前出てこない。あいつあいつ、いや無駄だったな今の。金やらバカみたいな、ほんとやっちまったわ今の。ちょ、見なかったことにしんでくない。やらかした今の、下手くそすぎ。そう、ブラダマンって打って回復で、仮にあれマイティだとしてもあれ回収できたな。うわマジもったいね今の、下手すぎた。ガチで下手だった。しかもティルートっていうのもダメだったな。残した駒がグエリ残すべきだったマジで。いやー、3回ぐらいプレミこいたわ。やらかしたー。角に打った駒と、右下 X に打った駒と、あと、グエリじゃなくてティルトじゃなくてグエリ打ったところ。あー、3回ミスったな。やだー、もう。はぁ、ため息出るわ。今もう、今のはね、みんなも多分見てて分かったな。3回ぐらいミスってるこいつって思われながら見てたな。あー、やらかしたー、マジで。下手くそすぎた。バイス切った。そこでバイス切るのはなんか手駒強いな多分。オッケー、俺も手駒強い。ランタン引いて殴るだけ。よいしょ。で相手マデッキでしょ。守護引きたいな、守護引きたい。これこう、キンマンの音が来るか。おー強い、それ強いわ。やべえ、サンタンの間ドグーとあれかコロネ。ああ、いいね、コロネ。よいしょ。おいしい、おいしい、コロネはいかがですか。見た目強い。もう見た目からしてコロネ強いのはないっすよ、ほんと。スタートするー。まだ下結構ある。おお。俺、初手、あ、でも初手夏場だったんか。ここ避けるかどうかだな。マジターニングポイント。ああ、お前ターニングポイント突っ飛べ。ああ。いやー刺さっちゃったな。まあ、でもエンデが切るわけにいかなかったな。いやーどうしよう。当てて回収されるのさすがに弱いか。やばい、オーラでそいつ釣られるのマジできちい。それはきつい、勘弁してくれっす。いやーオーラでじゃないわ。 6でそれ釣られるか。 なんで俺オーラでっつった。あー、いやこれマイティは知ったこっちゃねえ。ゲーミングしたいけど、でもなんかこの感じマイティじゃなさそうだな。一番右から打ったよね今。マイティだったら B3 マイティ打てるよな。これマイティじゃねえわ、マイティじゃないっす。 OK、 よし読み合ってるね。でレニアドのエンジニアじゃない、リリティ残ってて、いやまだワンチャンあるなこれ。オランタイ強いわ、しかも食毒終わるから。 OK 来た、これはマジでチャンスある。これ来たわ、これはマジで来たわ。はい、バフムト行ってこい。これレニアドと両方回収しまーす。あ、お前がマイティね。あ、ってことはあいつはリリティか。ただこれで先に火力出したことによってビナもちょっと打ちにくいんじゃね。特殊ダメージ返ってくるぞ。 B5 来るか。さあ釣られても勝っちゃうよ俺。
釣られても勝っちゃうよ。オッケー。あ、まだ行かないか。まだ発動しない。めんどいな。ここでマジで考える。相手チャージ溜まるでしょ。溜まっててもなんか耐えれそうな気しない？これ発動して2800変えられる。4000。いや、際どいな。いや、いや。よいしょ。7000と。こいつのコンボがどれぐらい出るかちょっと今計算間に合わなかったわ。あー、下手だな、今の。ちゃんと計算で間に合ってたらいけたな。こいつコンボなんだっけ ?180 か。あー、ちょっと怪しいな。あー、待って待って。そっか、そこあるじゃん。やっちまった。待てよ。はい。どうす、待ってね。今日エンデガって4枚5660の。あ、あ、やらかした。うわ、角。打てばよかった。いや、もうダメだ、俺今日。ああ、下手すぎー。え、でもこれ、ま、これは普通に。耐えれるはず、さすがにまだ。次。耐えれ、耐えれる。アポ耐えれます、これは。よいしょ。OK。これでいい、これでいい。で、アポ耐えれる。で、ビナ打ったら、あれで俺で、ああ、もう変動きできないし。計算間に合わんかったー今の。スティーリアのコンボ計算間に合わんかったー。反省多いな、今日。こんだけ今後で勝てるとか言っといて、マジで反省多いな、ダメですね。ってことで今日はおります。俺この後用事あるんでね。反省多すぎーってことでね。まあでも。普通に上手い人が使ったらもっと勝てると思うんでね。マジでもうみんな使ってください。この今後。もっと使ってください。でも何釣られても勝ったのはナイス。ということで、この動画面白かった方は、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。今後がプロ。なかなかね、強い仕上がりになりましたね。やっぱコロネ出たことによって、火力の出し方っていうのが全然違うし、もう出方も違うし、これ1枚で結構変わったって気がするわ。あの、補正でね、勝ったみたいなところは結構あるんですけど、全然強いと思うんでよかったら使ってみてください。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。